雪かぶってた時はもうほぼべったりになってましたが、こうやってね、葉っぱが起きてきて、中から新しい葉も成長してきて。はい、おはようございます。田村です。今日ちょっと民家が近いので、小声で失礼いたします。今日は畑の方の状況を見に、来てます。こっち側が森岡ネギで、こっち側が在来フルーツになってますね。もうだいぶ、あぜももうほぼ溶けますね。今週中には。あとここの間の雪もね、溶けて、土がどんどん乾いてって、あと霜は降りるんでしょうけど、まあそれも、凍ったり溶けたりの繰り返しで、どんどん春に向かっていくと思います。はい、じゃあちょっと森岡ネギの状況を。はい、こっちがいいかな。雪かぶってた時はもうほぼべったりになってましたが、こうやってね、葉っぱが起きてきて、中から新しい葉も成長してきて、で、中の土もまあぐじゅぐじゅですでしょうけど、乾いてきたら復活すると思うので、なるべくこう土乾くまでは触らないようにしていこうかなと思います。はい。こうやってね、分結もよくしてるので、ここの畑は小麦の畑になってますので、ここからまたさらに本格的に、森岡ネギの畑の場所へ、こう、分けて、で、植えて、で、ネギ坊主を取ってっていう作業が、始まります。これから3月下旬ぐらいからでしょうかね。はい。だいぶこう、最初はまあ、ここぐらいまでの、ネギの株数だったんですけども、3列、去年で一気にこう、ネギも分結して、で、増えてきましたので、まあ、種で取る育苗の仕方と、あとは苗を取って、株数を増やしていく育苗のやり方と、2パターンちょっと、これからもやっていこうと思います。今年の秋、9月、10月以降、いよいよこの、ね、盛岡ネギも出荷始めたいなと思ってます。まあネギの状況見ながらですけど、育種してやっと初めてこう出荷になりますので、ちょっとね、緊張もしつつちょっと嬉しい気持ちもあります。はい。というわけで、ネギはね、まあ順調に越冬したかなと思います。まあこれから、寒暖差、こう行ったり来たりしますので、まあ腐れとかね、多少出てくるでしょうけど、いい株を、ネギの株を選んで、育種していきたいと思います。はい。盛岡ネギの近況でした。ありがとうございます。